誰といるかによる。え、誰ともいないよ。実は帰省してたりして、実家ですね。そうだよね、いつもと違うから分かるよね。いつもの電子レンジないよ。そうだよね、いつも電子レンジあるもんね。なんかこっちの方が明るいな。でもこっちになるとちょっと暗くない？ほら、なんで？暗いでしょ。なんでなん？こうやってやりたい配信。暗いけど許してね。ガラスの容器。ああ。これ？これは。あ、火がつける。暗いね、ちょっと。いや、マンションじゃないですよ。一軒家です。普通の。そう。いつも大社行きたいね。モモモしてますか？だってモモモって何？あ、そうだ、今日ポッキーの日だね。みんなポッキー食べた？私は今日大学に行ったら友達が急に何がいいって言ってくれてポッキーくれました。だからキャラメルみたいな味にした。今日はチンアナゴの日ですよ。だって、え、そうなの？
今日はズボン、今日スカート。ポッキーゲームしたらしてないよ。誰とやるん？最初のゲームはポッキーゲーム。ポッキーゲームはしないよもん。確かに誕生日まであと少し。この間の静岡にお母さんにハマりました。嬉しいけど、どういうところにハマったんですか？めっちゃめどくさい質問だよね。おまたり配信のこと確認したって。したよ。おまたり配信できるかも。ノーベンバー。いや私さ、来月じゃなくて来週の月曜日英語のスピーチなんよ。さすがに無理。メイビーの発音だって。じゃあお代理に感謝ですね。お代理にやってって言われたからお代理に感謝。スピーチの予行練習？ハロー、My name is Hinako Okuhara. I like apple. I え？ねえ。気のせいじゃないよね、もしかして。え、みんなも見た？え、気のせいじゃないよね。気のせい？もしかして。ん？みんな見た？もしかしてだけど。もしかして？気のせいかしらじゃ。プレゼンどうだった？感想はだって。プレゼンはね、もう完璧よ。完璧。プレゼンは完璧。配線がやばい、バレちゃうバレちゃう。もうプレゼンはですね、私なんか めっちゃ下向いてた。ずっと原稿読んでた。人の顔見れなかった。さすがに。
中西会で応募しようとか迷ってるけど修羅場なんだよね。いいじゃん来てよ。パワポなんてどこで習ったのって。えー、それ習うよ大学。うん、つらさるよね。と、え、なんかここ漏れない、ここだと暗くない？配信用に借りた家だって違います。実家です。暗いよね。なんでなん？もともとこの電気が悪いってこと？困ったな。下からアングル。下からアングル。この辺からしたいね。ショールーム。そう、この辺でやりたいの。この辺。けど無理やね。実家に犬2匹いますね。今日はポッキーの日だね。でも自分は別にポッキーの日ってさ、ポッキー安かったりするの？それは別に関係ないの？それは別に関係ない？ポッキーの日は。結局ポ
ッチゲームしたことあるっけな。あるかな。ないと思うけどな。でもそう、ポッチをくれたので友達が、しーちゃんとしてそうね思った。私もでもしてないと思う。なんか七瀬とありそうだな。わかんないけど。言うのはない、絶対ない。それだけは言い切れる。七瀬とかありそうやけどね。七瀬とした気がする。そう、私が七瀬とね。ゆうなとはしてないかも。だってゆうなとそういうゲーム踏んっていうその流れになったことがない。ちょいさんもない。さあ、ね、最近七瀬といること多いよ。普通にプライベートで、チームは違うけどプライベートでめっちゃ合ってる。そう、年が離れてても仲めちゃくちゃ良くて嬉しいです。ベレー帽可愛かったです、嬉しい。でもね、かぶって帰ってきたのはこの帽子。この帽子も可愛いっしょ。時計の音すご。今日はちゃんとこういうコーデ。語ったらどうなるの。見切れ、見切れだからダメ。弟の声はしませんよ。帽子なくさないでね。だって本当にそう。履いてて安心した。普段空いてないからって。みんな今日はワンピースじゃない、このスカートにロングブーツ履きました。帽子なくさないように紐捨てとこだって。いや本当にこの帽子だけは絶対になくしたくない。この帽子なくしたらちょっと病むかも。そのぐらいなくしたくない。
私ピアスはねもっと種類欲しいんだけどさ、みんなおすすめのピアスあったりする？これさ下にさガッてやったら超痛そうとか考えちゃうんよ。しばらく足までにいられそうなんて、いや全然です、本当に全然、普通に大学行かなきゃ、痛い、行かなきゃだから全然。ツインテール。いやー、いや無理、本当に無理、本当に無理、本当に無理。ねえ待って待って、ちょっと待って。皆さん。あの本当に虫無理なんですよ。そうなんかね、蚊みたいな、蚊みたいな、蚊蚊かは知らないけどみたいなやつがいたんですけど、あのお父様に撮っていただきました。お父さんに撮ってもらった。びっくりした。もうこの辺でブーって、トラウマすぎる今の、無理。私の父さん虫全然怖くないから、何でも取っちゃうから。あ、本当に寂しした、どうしよう。だってここブーンって、寒気。弟くんも虫苦手、本当に怖かった。こっちの方が明るいんだけどな、ね、顔明るく見えるっしょ。やばい、ちょっと紐、配線っていうの、紐が、紐線が雑なの見えちゃう。ね、こっちに置けないかな。あんま意味ない。その部屋での配信って初？よ？初じゃない。でもなんかその配置、なんかいろいろ配置とかいろいろ変えたから家具とかは違うかも。家具の位置が違う、配置が違うだけ。この部屋で配置したことは何度もあると思う。あ、そう、お友達と配信したことあるよ、この部屋何度か。でもその時は違う背景でやってたの。
その時はね、その時はこっちの背景でやってた。ここですだよね、うん、ここでもこっちを背景にしてやったこともあるし、で今こっちって感じ。ね、さっきどうやって ここでね、なんかいろいろ配信したことあると思う。本当にどの角度から見てもいいなって。でもね、下からアングルはさすがにやばい。アロマもするね。そうだね。明日配信。夜ぐらいになるかな、また。お礼配信はね、来週とかになっちゃうかもしれないんですけど、いいですか？やばい、ここやばい、ここやばい、ここやばい。じゃあ、ちょっとランキング見ようかな。13位、甘いトマトさん、ありがとうございます。12位、エスタンデイチさん、ありがとうございます。11位、ナスカ、ピニャコ、やるちゃんしさん、ありがとうございます。10位、くましろさん、ありがとうございます。9位、ムムさん、ありがとうございます。8位、ポムさん、ありがとうございます。7位、カッチャットマーク、ひなこしさん、ありがとうございます。6位、ガリちゃん、3000さん、ありがとうございます。5位マジックさん、ありがとうございます。4位ペロペロチーノさん、ありがとうございます。3位ニャーカットマークひなこしさん、ありがとうございます。2位ダブーワートマークひなこしさん、ありがとうございます。
そして1位はひらっぴアットマークひなこにメロメロさんでした。ひらっぴさんありがとうございます。ひらっぴさんありがとう。それでは皆さん見てくださって急に始めたのにありがとうございました。明日は夜ぐらいかなとは思うんですけど、またお知らせしたいと思います。それではみんな早く寝るんだよ。おやすみ、バイバーイ。